立つ形フライス板による正面フライスを用いた加工の例。フライス板はミリングマシンとも呼ばれ、回転軸に取り付けたフライスという切削工具を回転させ、フライスを動かすことによって平面、溝、歯車などの切削加工を行う工作機械である。1818 18年にアメリカのホイットニーが製作した最古のフライス板。 1814年から1820年代頃に複数の発明家によって開発されたと見られている。現在、残されている最古のフライス盤は、1818 18年にアメリカのイ、e、ーライ・ホイットニーが重機の部品を作るために、旋盤にカッターをつけた横フライス盤である。1857年にイギリスデリツフライス盤が作られ、パリの博物館に保存されている。 1860年代には万能フライス板が作られ、歯車やドリルの加工ができるようになった。カッターは、正式には、ミーリングカッターと呼ばれる。フェースミーリングカッターは、正面フライスや、フェースミルと呼ばれ、サイドミーリングは、サイドカッターと呼ばれる。横フライス板の構成例1、ベース2、コラム3、2、4と5、テーブル6、オーバーアーム7、アーバーフライス板は、 ベースとコラムが本体として機械全体を支え2位の上に固定されたテーブルの上面に工作物を取り付ける。横フライス板は主軸が地面に対して水平方向を向いており切削工具はアーバーを介して主軸に取り付けられさらにアーバー支えを介してオーバーアームによって支えられている。立フライス板は主軸が地面に対して 垂直方向を向いており、主軸とその先端に取り付けられたフライスは、主軸頭で支えられている。金属などの工作物は、可動式のテーブル上に取り付けられ、フライスの刃先で切削される。工作物を乗せたテーブルは、テーブル手送りハンドル、サドル手送りハンドル、2手送りハンドルを回すことによって3次元方向に動かすことができ。 これを用いて、切削加工をする。切削工具は、様々な加工に対応するために交換可能となっており、多様な回転工具が販売されている。まっすぐに穴を開けるドリルと異なり、切削時の力が回転軸の横方向にかかるため、硬いものを加工するときも、回転軸や回転工具がブレないように、全体が頑丈に作られている。 立フライス盤の構成例1、正面フライス2、主軸3、主軸等4、コラム5、テーブル6、サドル7、28、ベース9、主軸スイッチ10、主軸回転高速、中速、低速変換レバー11、主軸回転数変換レバー12、修道面潤滑油タンク13、テーブル手送りハンドル14、テーブルロックハンドル、 15、サドル自動送りレバー16、サドル自動送り速度変換ダイヤル17、サドル手送りハンドル18、2手送りハンドル19、早送りボタン主軸方向別移動形態別手動、自動別単に、フライス盤といえば、手動によるハンドルによって操作するものを指すが、手動のものとは別にコンピュータによって制御される、NC フライス盤や CNC フライス盤と呼ばれる機械がある、 NC とは、ニューメリカルコントロールのことであり、CNC とは、コンピューターニューメリカルコントロールのことである。手動操作では高度な技術を持った職人でないと、各軸方向への直線的な加工しか行えないが、NC では、縦横高さの3方向での動きが、同時に、制御できるために、曲線や曲面を切削することができる。NC であっても、 手動操作は可能である。正面フライス陣。黄色のそれぞれがスローアウェイチップである。エンドミル加工対象となる工作物はテーブルに固定されなければならない。固定に使用される工具には以下のものが使われる。回転する切削工具をフライス板の主軸に固定するためにいくつかの工具が使用されている。下記の多くが フックスパナで締め付け作業などが行われる。マシンバイスなどを使うときには銅板を間に挟むことで工作物が直接バイスの口金で傷つけられることを防止する。A. ミーリングマシンハットバイダ、ピーター、エリー・ホイットニー、S. アザー・タレント。 アメリカン・ヘリテッジ三十八 http コロンスラッシュスラッシュ www。a m e r i c a n h e r i t a g e com。スラッシュコンテンツスラッシュ e l y d a s h w h i t ne。y パーセント e。2パーセント。八十パーセント。99十九。s。技タレント。二千十年十一月二十九日。閲覧。a ters, Hat ABC,。ミーリング・カッターズ・ハット。abc。サワー・タケイチ。 目で見てわかる、フライス盤作業、ビジュアルブックス日刊工業新聞社、2008年。ISBN 978から4から526060632。A、バーチカルミル A、ホリゾンタルミル A、ユニバーサルミーリングマシン。ありがとうございます。